じゃあ今日はビビ編集部エディターの平沼ちゃんのバッグの中身を紹介してもらおうと思います。平沼です。お願いします。じゃあ今日のバッグを紹介してもらいます。今日のバッグは、サーチギャラリーというロンドンにある美術館で買ったトートバッグです。結構旅行先とかで美術館に行ったり、いろんな雑貨屋さんとかでトートバッグを買って集めるのが趣味です。なんかカラフルだからコーデが私地味なので差し色になった気味です。結構大量容量っていうか、そうです、結構、ね、大きい、すごい伸びて頑張ってくれた、ね、A3 のとかも余裕で入りそうな、意外と大きくて気に入りです、ね、ビビ私の仕事に欠かせないパソコンです。とビビの付録のシールとかでたくさんデコってて、これからもっとシールを増やしてもっともっとデコりたいなって思ってます。iPad Pro、 私はちょっとどうしても iPad とパソコンを2つ持ちじゃないと毎日の仕事が成り立たないので、めちゃくちゃ正直重いんですけど毎日持ち歩いてます。ノート、 iPad も持ってるんですけど、パソコンも持ってるんですけど、結局アナログ派。入社した時から1234って番号つけてって6冊目になりました。講談社からもらったノートです。とコムデギャルソンのお財布です。これのシリーズが結局絶妙に大きすぎず小さすぎず大好きで、もう大学生の時からいろんな色とか買い足してもう6代目とかです。これはちょっとスペシャルなちょっとヘビのモチーフのシリーズです。次、名刺入れです。ビビに入るって決まった時に買いました。ビビっぽいギャルっぽい色で気に入ってます。名刺交換した人に絶対ビビっぽいですねって言われるところがすごいいいなと思って、毎日使ってます。さっきの財布と同じで、同じコムデギャルソンのポーチです。母からプレゼントでもらいました。中にはいっぱい、私さっき の, あの iPad とかもパソコンとか持ち歩いてるんでコード類を詰め込んでます。細々したものはスタッシャーっていう、この本当は食べ物とかを冷蔵庫で保存するときとかに使える、こうジップになってる密閉容器みたいなやつなんですけど、私は結構これが便利で使ってます。これは私の人生の先輩からもらった大事なコンタックス TVS です。すごく使いやすくて、普段道を歩いてるとき何気ないときに写真を撮ったり、たまにモデルのオフショットもこうやって撮ったりしてます。これもさっきのスタッシャー色違いに入れて持ち歩いてます。これすごい中のものも守れるので、意外と大事なもの入れるのにもちょうどいいです。ゾフで買ったブルーライトカットのメガネです。パソコンとか iPad 一日中見てたら見ているので必須アイテムです。中野ゆりかさんのブランドカーリーシューのバンスクリップです。ポップアップショップでバッグを買った時についてきました。どんなコーデにも合います。1日で一番たくさん触ってる携帯です。ステッカーでデコってます。次、マジでどこでも買えないと噂のケイトのリップモンスターです。私が気に入ってるのはパンプキンワインっていうちょっとオレンジ系の色です。本当にこれ取れなくて、これがないと私はもう生きられません。でグロシアのリップバーム、これも私がないと生きられない2大アイテムの一つです。可愛いからお気に入り。私何かしらバッグの中にいつもお菓子が入ってるんですけど、今気に入ってるのはこのチュッパチャップスのミニサイズです。なんかちっちゃいからどこでもペロペロ食べられるっていうのが
お気に入りです。人にあげたりしてたら結構喜ばれます。お家の鍵です。ピーポくんが守ってくれてます。ビビ以上、エディター平沼のバッグの中身でした。